しましょう。どっちだろうね、どっちだろうねってもう散々やったから、もう早く言えって感じでしょ。性別の方は男の子でした。はい、男の子でしたよ。皆さんびっくりした？なんか私がびっくりしたのは、私の妊娠したんですっていう報告のビデオを見て、男の子だって言ってた人がすごい多かったのがびっくりしました。なんで？なんでわかんの？なんでわかんの？なんで？なんか女の子を妊娠してる時はなんか優しい顔してるから女の子っぽいなとか言われたし、で今は男の子っぽいって言われたじゃん。ヘアカットのせい？私がちょっとジャスティンビーバーみたいなヘアカットにしたから男の子が生まれると思ってる人多いんじゃないの？違う、そうじゃないわ。でもなんかお腹の出方がなんかこう縦に出るとか言って、男の子だと、で私のお腹すごい縦に今出てるんですよ。だからね、まあ不思議よね、体の作りって本当に不思議だと思うけど。はい、男の子が出てきます。妊娠13週までに受けるテストがあって、それを私は受けました。でそれで性別もわかるし、なんかまあ例えばもし何かの病気を持ってるとか言ったら、まあそういうのもわかるんですね。だからそのテストを、13週までに受けて、でそう、それで分かったっていう感じです。だから、あ、血液検査だけだったのね。血液検査だけで分かるんですよ、性別が。すごいよね、最近のあの、なんていうんですか、なんていうんだっけ、ああいうのなんていうんだっけ、あの医療は出てこねかった。もうさ、最近の医療は本当にすごいなと思うんだけど、そう、それだから妊娠13週でも性別が分かりました。はい、なので今何が一番楽しいかって、名前を考えることが一番楽しいです。もうね、自分の子供の名前を決めるほど難しいことはないけど、でもすごい楽しいね。あの、なんだっけ、自分の、一番上の男の子キャメロンの名前を決める時も、まあ、何個か候補があって、でその3つ候補があったのね。でその中でキャメロンって決めたので、その2つがうちの旦那まだなんかこう諦めきれないのかわからないけど、まだそれ引っ張り出してくるから、私はもうキャメロンだの6年前だから、もう6年前に気に入ってた名前と今自分の子供、生まれてくる子供に付けたい名前また別。ほら、毎年毎年やっぱ人間って趣味も好みもいろいろ変わるじゃない、生きていく中で。でやっぱりその時可愛いなって思ってた名前と今とはまた話が私は違うわけですよ。うちの旦那はまだその名前が好きなんだって。だからなんかまあ最終的には自分と旦那が気に入った名前がいいから、うん、それで今まあいろいろ悩んでるところですよ。はいはい。でも名前を決めたら、フローレンスの時もそうだったけど、名前を決めた時はみんなに言ったじゃない。だからうん、名前決めたらお話ししようかなと思いますけど、多分生まれてからお話しようかな、名前は。うん、多分ギリギリまで決まんないと思うから男の子だと思ってた人ぜひライクをしてくださいね。女の子だと思ってた方ライクしてください。ではまた次のビデオで会いましょう。バイ、見てくれてありがとう。 Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase